じゃあ次のやつ紹介お願いします。はい、猫鹿ネーム、ラクナーホリックさんからいただきました。ハロウィンといえばかぼちゃってことで、ミニかぼちゃのクラタン、器もほぼ食べれてかぼちゃを満喫できる一品って。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいかぼちゃだ。洒落てんな。洒落てんな。これお手製なんだろうね、きっとね。洒落てんな。すごっ。いやね、かぼちゃ丸ごと使うのはね、ちょっと作るのがめんどくさいかな、あたいは。なんかくり抜かなきゃいけないじゃん。うん。まあ、美味しいんだろうけど。間違いなく美味しいと思う。美味しい、そうだなぁ、うん、と思う。グラタンね。CO しないといけないんだけど、カミングアウトしない。なになに？確かかぼちゃ食べれるし好きなんだけどさ、うんうん、多分そハロウィンでかぼちゃの話イエーイって語れるほどエピソードないんだよ。かぼちゃエピソードないんですよ、人生で。かぼちゃエピソードがある人も一つもなくてさ、そんないないだろ。好物ですっていうのも違うし、なんかあったっけって一生懸命考えて、でもかぼちゃとなんか白しか思い出あったっけって自分の中のさ記憶のフォルダあさっててさ、うんうん、なんか売りかとか見るとかぼちゃがないんだよ。かぼちゃね、かぼちゃどこにもなくて、もう言うてあたいもなんかその思い出っぽい深い話は全くないかな。これ好きあれ好きっていう話ぐらいしかないよ。天ぷらでかぼちゃいいよねって、天ぷらって揚げ物とかもさ、かぼちゃって美味しいよねってぐらいしかないかもしれない。うまい。あのね、かぼちゃの天ぷらめっちゃ好き。天丼に乗ってるとテンション上がらん。最高、マジでね。最高だよね。ウキウキしちゃう。なんか乗ってるの見るとスキップできるぐらいウキウキする。いや、わかる。かぼちゃランプ作らなかったの、ジャックオーランティアみたいでしょ、白しかね、なんとやってないんだよ、多分。あ、そうなんだ。なんか、顔を描いて記憶あるけど、掘ってないと思うんだよね。あ、そうなんだ。特に何もしなかったと思う。かぼちゃが置かれてて、キンダーガーデンの裏側に、なんか、ね、庭みたいになっててさ、また別に、うんうんうん、そこでかぼちゃが置かれてて走って1個取ってこいみたいのをやったんだけど、うんうんうん、それを何かした記憶が一つもない。でもちっちゃい頃あたはやったな、かぼちゃ、ちっちゃいかぼちゃなんか下書きして彫刻刀で掘るみたいな。すごくない？確かこれでも一応幼少期英語圏に住んでたんだけどやってない。まあ魔女会の方がハロウィン、やっぱ魔女会だからか。あ、そうなんかな。まあ魔女の方がハロウィンゆかりあるもんね。そうね、やっぱこうハロウィンだけじゃないからね、魔女の周りハロウィンっぽいものが常に揃ってるから。そうだね。うん、マジでね、かぼちゃ記憶なさすぎる。なんか猫の形の、うんうん、猫の形のジャックオランタンみたいなの作ったことある。え、かわいい。そうで、なんかあの上もすっぱり切っちゃってて、で中くり抜いて、うん、でなんか猫耳みたいな形にして、で目と鼻と口作って、で夜にこう中にろうそくを入れて灯してあげると、その猫の形したジャックオランタンが命を宿して自由に飛び回って収穫祭をお祝いするっていうイベントをやってた、うちでは。え、かわいい。美味しくいただきました。あ、すごい、えらい。スパちゃんいただいてますよ。 ありがとうございます。ありがとうございます。私今月までずっとかぼちゃとパンプキン同じものだと思って、一緒一緒一緒、かぼちゃとパンプ、違う。かぼちゃとパンプキンって違うの？これ違うの。何？こっちでね、日本かぼちゃは、あの日本かぼちゃって売られてるの。ジャパニーズかぼちゃって書かれてて。え？うん、違うものだよ。でもかぼちゃを英語で言うとパンプキンだよ。いや、
や、あのかぼちゃってウリ科なんですよ。パンプキンってかぼちゃなんですよ。ちょっと何言ってるかわからないよ。そう、難しいんだけど、かぼちゃとあのパンプキンって厳密に言うと違うもので、これね、博士かも知らなくって、あのこの間スーパー行って、お恥ずかしながら本当に知らなかったから、スーパー行って、え、なんで日本かぼちゃにジャパニーズかぼちゃって書いてあるのって聞いたら、父鹿に、父鹿が違うものだからだよって一言教えてくれて、今調べたところ、パンプキンはオレンジの皮のもの、のかぼちゃだけっていうことだそうです。パンプキンはオレンジ、なるほど。そうだから日本語で言うとかぼちゃで合ってるんだけど、かぼちゃには西洋かぼちゃ、日本かぼちゃ、ペポカかぼちゃがあると。ペポバで、パンプキンって呼んでいいのはオレンジ色のものだけ。ペポバって何？ペポカかぼ、ペポかぼちゃの、ペポかぼちゃは何か知らないです。ペポかぼちゃ、あー、新しいの出てきたって。へー、そうだからこっちでは、あれなんだよ、パンプキンって食べ物のコーナーで売られないから、オレンジ色のは食べないから。あ、そうなんだ。あのお店の入り口とか外とかで、なんだら下手したらめっちゃ安値で売られるの。あのその時期になるとみんな掘るから。すげえな、初めて知った。そう、だから物が違うんだなと思ってたけど、全く違うと思ってなかったんで、悪しかもつい最近まで。すげえ、また一つ頭良くなってしまった。そう、だからかぼちゃとパンプキンは一緒だけど、じゃあパンプキンはかぼちゃの一部だけど、みんなが思い浮かべる、食べる食用かぼちゃはパンプキンと違うよっていう。へー、話らしい。ややこしいね。いや、なんかさ、かぼちゃは英語でパンプキンだよって、もうなんか教わるのよ。だからもう、あ、くしかもそう教わったよ。うん、それわからね、それだと思い込むよね、うん、いや、よくないね。そうですよ、それはもう間違ってるね。カボチャイズスカッシュ、うん、そう、うん、スカッシュでジャパニーズカボチャって博士課のここら辺では言われてたりします。 So like in the area that I live, it's sold as the, like, Japanese squash kabocha is written as a Japanese kabocha. 学んだね、学びの一日だね。博士課がビリビリしてる。感電してる。うわなんか賢い話するとビリビリする博士かみたいな。感電しながらしか、あれだから感電して脳があれかな、活性化してるのが。Anyways, check out Animal Friends on YouTube for more, yeah, more clips of Taste JP, our lovely, lovely Japanese brand. More content will be coming from them.Soon. What does that mean? I don't know. Okay. Yeah! Yeah!